変わらんよ。お何者でもないんや。中村慎吾、3年越しのホール公演、本番までの48時間。泳いでいく、渡っていく。彼は何を考え、何を叶えようとしたのだろうか。海の向こう、その先にある、何か求め、日の光が眩しくて。自分の中で俺は音楽で食べてる自負を持って、なんかもやってたけど、今回コロナでバーって全部がなくなって、またゼロから1から自分を作る、お客さんをつけんといけんってなってからが、本当この 5年じゃない、3年が勝負やったね。まあそうだよね。ああそれはマジで勝負やったなと思う。ファックコロナって思いながらやりよったんやけど、なんか途中で変わってきて、そのそれこそ始まりのホイッスルとかリリースしたあたりで変わってきて、いつでも安心して戻ってこれるようにするために新しいところもやらないといけないし、俺はお帰りって言える場所を作ろうと思って。大変お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。やめたー。明日が、本番ということで、皆さん、遠くからお越しいただきましてありがとうございます。明日本番でございます。最後の調整ということで、一曲ずつ確認しながら通しリハという形でいいですかね。もうなんか。始まりはいつだって無理。本番前日の最終リハーサル。前日にここまで本気で歌って明日喉大丈夫なのっていうぐらい、慎吾の歌は気合が入ってました。最終リハが終わりましたが、まったね。うん、いや今も変わらんよ。お何者でもないんや。でも自分がこうありたいとか、こうなりたいとか、こういう人間でありたいが多分各なんていうかな、まとまってきたっていうか。おこちらでございます。最終リハーサルの後に慎吾が経営をしているお店トエルブに初めて行きました。すごいね、サッカーの芝だよ。トエルブの唐揚げとおでんは食べた方がいい。めっちゃうまい。お邪魔します。吸ってくれたよ。だから明日のライブは明日のライブでうまくいくよ。
なんでかっていうと俺一人じゃない、俺で戦ってないから。そうだね、うん、小化けもいるし、みんなもいるから大丈夫、うん、失敗はないね。うん、失敗はない、うん、で、着地点をちゃんと自分で見つけてライブできるとね、うん、し、そこの鈴木もちゃんと今日見つけれた。うん、うん、もう全部終わっ、チケット整理が終わって最後の今日リハーサルの写真をツイートしてインスタにも上げてフェイスブックにも上げて明日お待ちしてますっていうツイートをして、あと明日の朝の予約ツイートを作って終わり。バケモンだもう2時半。いや朝はさ、なんかバタバタしちゃって結局忘れたりせん。まあ確かに。だけど先に。おはようございます。シルさん、おはようございます。いや寝ぐ、あれ、髪ももうボサボサまだ。やります。これは使えないかな、この絵は。使いながら使うやろな。後部座席のシートベルト着用にご協力お願いいたします。マジですか、あ、嬉しいです、ありがとうございます。おはようございます。よいしょ。体調は？体調、いつも通り悪い。中村慎吾ガチャです。やばこれちょっと夢やったよ。ここで大きなトラブルが発生した。ただね、膜がね、多分俺が発注した色とちょっと違うのね。黄色じゃなかった。黄色じゃないよ、オレンジになっちゃう。青黄やったんやけど。鳥に似たから。そう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 。で、見積もり書っていうか、あれも黄色、ステージセット。はい、黄色やったけん、でも見積もり書はオレンジになってたけん、ま、打ち間違いやろうなと思ったらオレンジになってた。打ち間違いがあったの多分。いや、打ち間違いかなと思ってたよ、見積もり書見て。このあと担当者に掛け合い、急遽黄色い幕を発注し直すことに。本番まで残り5時間、果たして間に合うのか。バックでも2人いってるんですよ、さっきお話ししててマジですかって話を。そうなんです。さゆみさんとかのバックもやってるんですね。え、熊できてないですか。お前が作らせたんじゃん、お前が。お前が歌詞間違えるけ。お前が全部、お前、俺の熊、お前の熊じゃん。もう腹っこく太ったらお前のせいだ、全部お前。あ、でもそうやって人のせいにしてれば楽ですよね。あー、染みた、今の染みた、大人として染みた。きちい、朝からきちい。大人として。ダメな、せないで。
嘘でしょ。ういあんま止まんねえ。10列目ぐらい。ああ10列目やん。笑いが絶えない現場。しかしリハーサルが始まるとその空気はピンと張り詰める。覚えたもさやけど、若い北九州の方のライブハウスに出てた時に、うん、コロナ禍で活動を始めた子が結構多くて、はいはいはい、お客さんがおるっていう感覚を知らないんよね。そもそもね。そうそう。だけどお客さんを呼ぶっていう感覚も分かってないんよ。東京ってさ、目指すべきところがさ、他の人もやってるから見えるじゃん。確かに確かに。その例えばエッグマンとか、はいはい、デュオエクスチェンジとかさ、はいはい、あったけど、大分で何目指すんっていう感じだけ、ね、俺は東京でやってきて大分に帰ってきて、なんかそういう目標を持って、なんか一つの大きなホールをやるっていうのは一つの挑戦でもあるし、ファンの人も分かりやすく夢見れるじゃん。うんうんうん、うん、メジャーデビューするっていうよりもより現実的というか近くに感じて見れるし、うんうん、そこまでの過程も含めて一緒に楽しめるから、だから周りあんましないよね俺のその大分人が。だけなんか今回ホール公演を通じてミーシャの子たちもね結構来てくれるんやけど、うんうんうん、何か目標を持ってやるっていうことが、それが成功か間違い、失敗かとかどうでもよくて、やるっていうことはすごくきついけど、そこを乗り越えた先には自分にしか見えない感情だったりとかあるし、うん、それがちっちゃいライブワンマンでもいいよ、50人からでもいいから、それがもっと大きな人に届けたいって、俺らそれはバイバイゲームでやってきたじゃん。だけどそれ若い下の世代の子があ、こういうことをやってみたい、どうやってやってんだろうっていうのを伝えるために俺もお店出したりとか、やってきたなっていうのはあるかな。黄色が間に合いました。今からオレンジを黄色に付け替えます。よかったね、信号。おじさん、ありがとう。無理です、すいません。いや、色間違えた。あ、泣きそう。開演まで残り30分です。よかった、よかった。これで俺、トリニータのサポーターから、お前は清水エスパルスサポかって言われんで済む。
です。ね、コラボ商品出てる。すごいな。あの高校の同級生。うわはい、そうです。薄木せんべいの時の、はい、あの薄木高校の時の同級生。信じるのみ。そうですね。ワンマンライブって基本ご褒美やもんね。ね。楽しませようじゃなくて楽しんでたらお客さん楽しい。それが一番。自分が楽しむためのいい準備ができた気がする。うん。もっとこうしたいとかはしたかったとか、もうちょっと早くしたかったなとかいろいろあるけど。でも大きなこうブレはなく、ちゃんと進めたし、それは良かったなと思ったし、喉もちゃんと持ってくれたし、今までポールワンマン前基本的にカスカス状態、疲労とね、疲労と基本的に自分で全部やってしまうけ、振り返ると今にもつながるやけど、勝ちたい、勝ちたかった。もがけばもがくほど心を失った時もある。学ばなかったことの代わりに手に入れたものがある。
届かなかったことの代わりに期待できたことがある。それらが鮮烈に重なって書き合わされて描けるようになったこと、自分のためだけじゃない今までで、しばらく叶えたい夢、実はこうなぞるんじゃなくて、スリーツーワンを描くよ可能性、向かい風をこの胸いっぱいに吸い込んだ、スリーツーワンを大分県ライブへようこそ。大分県臼杵市出身シンガーソングライターの中村俊之です。よろしくお願いします。苦しい時に手にしたものは今も胸の真ん中。